お前らの力なくして俺はできるんだ。執着ないんすよ。いいな、やりたくない。引退ね。今日はあのなんと青木真也に来てもらったんですよ。アスリートっぽいですよね。そうっすね。いや、すごい。みんな感情的になるじゃないですか。ああ、そう。なる。怒ってるって。でもこれ好き嫌いで怒ってる、ね。あ、怒ってる結構ありますよね、青木さん。相手がね。なんで怒ってんのかなみたいな。よくある。怒ってんなって。怒られちゃったみたいな。怒ってましたみたいな。全然気にしてないです。気にしないっていうか。はい、怒ってました、困ったなみたいな、もっと面白くなったのになあ、まあ、あるね、どうしようみたいな、あ、これで怒るんだみたいな、うん、いや時々普通に怒られて瞬停してる時あって結構それ大体あれですか、あの格闘家のプロレスラーではなくて、そう、格闘家が多いですね、やっぱ文化全然違って、うんうん、そうそう、プロレスってやっぱ話題になってありがとうの文化だけど、うん、格闘家って本当に怒るから、うん、本当に怒ってた。だから最近はその格闘技選手とそのなんだろう、がっちりこう仕事できなくなっちゃったっすよね、そういう意味では、うんうん、あの面白いもん作れないですよ、まあ、回してくんないですよね、怒っちゃうんで、うん、はい、そこで言うとやっぱ図抜けてんのはだから工事、うん、工事とかそこら辺は図抜けてますよね、その能力が、うん、怒んないもん絶対、うん、トースポとかでも絡んでますよ、トースポ絡んでるし、一回なんか喋って対談でもさせてもらってますけど、うん、やっぱ何聞いても怒んないもん。それは分かってて怒んないですか、要はそういう、なんていうんですかね、掛け合いがあった方が面白いよね、面白いって分かってます、そう、それは出役で、うん、出役でバカにし合うのなんて気にしててもしょうがないでしょって分かってます、うん、お前弱いよなって聞いても全然怒んないし、本当に強いのみたいなこと言う、絶対怒んないです。なんかあの浩二が青木さんと絡むようになって、こうなんか自分目線だとこうなんか一般化したっていう か, なんかマイルドになったなっていう印象は、浩二の良さも引っ張って出てる自信あります。そう、僕もすごく良くなったと思う。浩二さん絡みましてもらって、うん、僕もまあなんか彼の方で大きい存在かもしれないけど、僕も浩二を引き出してあげるし、はい、あの浩二も僕を引き出してくれる、はい、それができるで、うん、あのお互い引き出し合えるし、相手を引き出してあげる自信もあるから、うん、あの基本なんかちゃんと組み合ってくれれば相手のいいとこ出してあげるよって僕は思ってますけど、ね、うん、最初からだったんですか、その浩二さん、こうなんか最初はなんか噛み合ってる感じしなかった、ちょっと喋れば分かります、うん、こいつできんなっていう、ちゃんと分かってんなって。でもこう格闘技選手でそれできることほんと少ないんで、うん、はい、なんか、ワンのその、秋山戦の時にこう、マッハの絡みとかあったじゃないですか。怒ってた。あれとかってガチなんですか？でも結構仲いいっすよね。仲いいっていうか、微笑ましいなって俺思うんですよね。まあ、なんだろうな、マッハ先輩は、まあ、良くも悪くもあのキャラだし、うん、なんか楽しそうっすよね、あの人。楽しそう。あれはなんかすごくいいと思いますよ、ね、うん、はい。俺結構、青木さんと、あのマッハ選手がこう花束こうバサッとやったりとかプロレスやるの俺実はめっちゃ好きなんですよね。あれはまあなんかプロレスって言い方僕はあんま好きじゃないけど、うん、僕はなんかその言い方は好きじゃないけど、うん、なんかやっぱなんだかんだって2人信頼関係ありますよね、うん、信頼関係あります、うん、僕も、うん、ただ最初マッハさん怒ってますよね。大体怒ってます。最初本当に怒ってたと思います。本当に怒ってますよね。最初本当に怒ってたけど、でも、うん、なんだろうな、僕も彼を引っ張ってるんで、はい、僕も彼を引っ張ってあげるんですよ、はいはいはい、で僕引き出せるから、はいはい、だから彼もあのやっぱ頭悪くないから、うん、頭のそれなりに頭いい人だから、うん、こいつ引っ張ってくれんだ、自分にとってプラスなんだっていうのが分かってるんですよ、うん、
かその意味での信頼関係です、うん、別になんか一緒にご飯食べに行こうとか仲良くしよう先輩後輩みたいなものはないですけど、うん、まあなんか彼がよく見せてあげれるし、うん、で彼を使って僕も上がれるしっていうのがありますよね、うんうん、なんか今回秋山さんやったけど秋山さんもなんかそんな感じはしますよね見てて。秋山も僕でもう沈んでたし出てきてなかったし。勝ち負けもありましたけど、はい、引っ張ってあげれたし、はい、なんかその意味では、はい、やっぱこうなんだろうな二人でやるもんですよね。あ格闘技もプロレスも、うん、全部やっぱ人と二人でやるもんですよ、はいはいはい、まあ、その信頼関係がやっぱないと、うん、あのなんだろうお互いにとっていいものにならないんじゃないかなってやっぱその最終はやっぱ格闘技もプロレスもどんなことも信頼関係だと思うんですよ。なんかそれに対してメディアとかが勝手にストーリー作っちゃったりすることあるじゃないですか。そういうのでなんか間違ったような認識されたりすることってないんですか。メディアが間違ったことでもなんか間違った解釈をされて怒ってる人がいますけど、うん、あのそれはこの時代は減ったんじゃないですかね。あ、そうなんですか。それだけ今紙媒体だったり、うん、その、まあ、テレビはまだどこまで力あるか僕自動は出てないのか分かんないですけど、うんうん、力落ちてますよね。いや、まあそうですよね。じゃあ例えばサッカーマスコミがいいのかサッカーマスコミが分かんない野球マスコミボクシング格闘技だって、うん、格闘技のマスコミが、うん、格闘技界のその世論というか、うん、格闘技界の流派というか流れを作れてると思わないです、うん、まあそうですよね、うん、で今ってもう選手発信で勝手に自分たちで作れちゃうから、はい、賢ければ賢いほど格闘技のメディアに対する扱いってちょっと距離ができてますよね、うんうんうん、昔ほど格闘技のメディアが強いってないかもしれないです、うんうん、まあ、YouTube やってみたりする人も多いですもんね。 YouTube でもいいし書いても自分で書くことも書けるし、うん、でその音声配信もあるわけじゃないですか、うん、そうですね、何でもあるからその、うん、こうまあなんだろうインタビュー記事っていうじゃないですか、うん、インタビュー記事っていうのを格闘技マスコミを書いてその人のバイアスがかかって、うん、インタビュー記事になるよりも、うん、どんなに下手な文章でどんなに下手な言葉でも恥ずかしくても、うん、試合後に生の言葉、生の字で書いた方が伝わるよね、うん、でそれがなんか間違いもないし、うん、自分の直接的な利益にもなるっていうので、うん、みんなが気づいて、うん、どんどん格闘技メディアをこうやり始めてるのが今だと思います。そうなるとトータルでなんか格闘技っていうその流れを作りづらくなるじゃないですか、うん、要は選手個々が発生するせいで。なんであの総インディー化です。うん、あ、じゃあこういう下火になってるっていう感じなの。下火になってるっていうよりも、はい、ちっちゃい集落がいっぱいある。それは良しとして考えておくべきなんですか。そういう時代です。あ、うん、それを理解してるんですね。 AKB とかアイドルですらそうじゃないですか。まあそうですね、うん、あのなんだろう、じゃあ AKB の誰々を全員知ってますか知らないって言うんですか、うんうん、でこう自分のその各地の集落というか、うん、集落なのか村なのか、うん、わかんないけど、うん、がいっぱいあるみたいな状況 で、うん、でその人の集落がたまたま2万人いる集落、500人しかいない集落みたいな話を点在するような話だと思います、ね、うん、そうなると選手個々がセルフプロモーションできないといけない時代っていうのがセットですね。多分強くてとか、そうですね、ちょっと賢くないといけない、うん、でなんだろうな、こうマスコミが僕最近思うマスコミ論みたいな話で言うと、うん、今までのこうただ速報するみたいなマスコミ、うん、じゃあやっぱダメになってって、うん、マスコミも俺はどう思うっていう意思の表明がなくて、うん、こうこの試合が起こってこの試合に対するこのマスコミの意見みたいなものがないと多分呼ばれなくなってくるんですよ、うん、でマスコミもどんどん奇名になっていって、うん、そのタレント性に価値があるみたいなものになっていくんじゃないかと僕は思ってますけどね、うん、そうするとライター自体も例えばフリーで独立してとかっていう感じに多分なるんです。ライターも多分そうですね、どっかで書いてて自分のそのこの人の記事だったら読みたいみたいなものになっていくような気がしますけどね、うんうん、まあ、奥さん自身がライターですもんね。僕は格闘技マスコミになんかこう
書かれてる時に自分の言葉が伝わらないのにみたいなのがすごいあって、いちいち原稿チェック、来たのを原稿チェックして僕ほとんど直さないんですよ。なんでかっていうと、それお前らの仕事じゃんと思って、確かに。で、僕だったら自分で書いた方が早いじゃんと思って原稿直すよ。なるほど。本当にそうだって、1万5千字とか2万字の格闘技雑誌ってギャラ払わないんじゃないですか。ギャラ払わない上にこっちが原稿チェックしたらバカみたいなんですか。そうなんですか。そうひどいですね、それ。ひどいですよ。だけど、で、上から嫌がるんで、自分で原稿チェック直して、うん、5時まで直したりすると、これダメだと思って、うん、それでもういいやと思っちゃった。うん、それはひどいですね、実際に。だから、もう髪が弱いんですよ。確かにもう売れないですしね。髪が弱いですね。髪が弱くて、それをどん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 こう、まあ、格闘技で言うと、どんどん変えていかなきゃいけないんだけど、うん、変わっていってないですよね。うん、はい、で。結局でもインターネットが来て、それこそ今、アベマとかと多分仕事になってる。そうですね、アベマさんやらしてもらってますけど、うん、やっぱインターネット放送アベマさんとやらせてもらってし、3年4年ぐらいで、うん、なんかもう一回ちょっとこう深い日本のお客さんに刺すことができて、うん、やっぱり助かりましたよ。放送があるない、うん、あのまあね、地上波がいいのか、うん、ウェブ放送がいいのかっていうのは、うん、いろんな考え方あると思いますけど、僕は比較的アベマのあの自分の刺したい層に狙って刺せる、うん、インターネットって刺したいところに狙って刺せるのは、うん、すごい助かったっす。こんなシステムあるんだと。アベマでも若いですよね、多分スタッフ含めて全員。そんなことないですか。ああ、でもそんな変わんね、僕らぐらいのプロデューサーだし、それだと若いとかな、プロデューサーだと。でもまあ、一番最初デビューぐらいから多分試合全部見てる人が多分担当というか。ああ、かもしれないですね。そうですよね。プロデューサーでもなんか、今の格闘技、例えばあのゴンカクとかも全部そうだと思うけど、あの人たちってもともと紙媒体の人たちじゃないですか、うん、だからそこのアベマとかのプレイヤーって、まあ、おそらくデジタルプレイヤーに近いと思うんですけど、はい、もう全然違う、全然違いますよね、手法が。うん、なんかこれ本当面白いのが、はい、大体こう試合の前の放送の前にどんくらい見られると思いますよね、分かるんだよね。YouTube の再生数とか、はいはいはい、あのどんくらい記事が他で上がってて、はい、みたいな、うん、直樹さんこんだけここで記事やってくれたからどんくらい見られると思います、はい、過去最高に仕上がってると思いますみたいなのも、うん、分かるんですよね、うん、それがすごい発見で、うん、やっぱ地上波ってやっても、うん、なんですか、サイコロ振って勝負的なことあるし、はいはいはい、でもやっぱインターネット放送でリンク貼ってって言うと、そんくらい見られるんだって分かってて、うん、それがやっぱ僕の中でめちゃくちゃ面白い。要は積み上げなんですよ、うん、確かにそうですね。しかもリアルタイム以外でもね、見てもらえる人多分大変増えましたよね。すごい面白い。あのインターネットってやっぱ積み上げなんだと思って、うん、そういうとこあるじゃないですか、うん、コツコツやり続けて、うんうん、そうですね、そうですね、まあ、輪が大きくなってくる、輪が大きくなってくみたいなのがあって、うん、それがちゃんと可視化できて見えるから、うん、すごい面白いです。そうね、なんかそういうもともとの紙媒体の人たちってなんていうかな、まあ業界で言ったら力がなくなっていってるわけじゃないですか、うん、だからその人たちどうするのかなって単純に思うけど単純に思うのは、うん、ただこれも同じことが、他の業種と同じことがあって、はい、あの、まあ、格闘技の場合いないですけど、うん、多分こう編集者とか、うん、こうライターさんで大手のところにいた人ってやっぱ腕がある人多いじゃないですか、腕がある人たちはこう辞めても大丈夫ですよ、ね、あ、そうなんですか。もう各腕があるから、強いっていう。ただもう言い方悪いけどぶら下がってきたり、はい、うまくやってきた、なんとかしてやってきた感じの人たちは厳しいんじゃないですかね、うん、そっか。なんか話ガラッと変わるんですけど、なんか俺ちょっとこの間のあの試合で、うん、あの聞きたいのがあったのが、あの多分みんな聞きたいと思うんですけど、秋山戦あったじゃないですか、うん、で、そのなんかメディアはずっと遺恨っていうか、一応そういう感じになってるけど、うん、でもなんか別に青木さん多分個人的な恨みとか何もないじゃないですか、うん、だからそれの
なんかモチベーションどうやって持っていったのかなと思ったんですよ、今回。まあ、どういうこと？3月の試合。あ、そうです、そうです、そうです。俺は別に僕の中でも、はい、ドリームっていうのやってて、はい、ドリームやってた時に、はい、面倒見てくれた人たちに対して、はい、青木真也はドリームをやめて10年ぐらい経って、はいはい、青木真也の力でここまでのジャパニーズ MMA 日本の総合格闘技的なものを俺はできるんだって、うん、お前らの力なくして俺はできるんだって、うん、いうのがやりたかっただけです、はい、なんで実は自分の歴史の内側の戦いなんですよ。青木真也はお前らの親離れして、うん、お前らに世話にならなくてもできるんだ。だから佐藤大輔の映像を作ってほしいみたいな意見もすごいあったんだし、それを頼もうかっていうのもあったんだけど、それやっちゃうと青木真也のやってきたことに対する否定だからやめてくれって言って、おかしくなっちゃうじゃないですか。だって僕がやってきたのもう一回あいつに助けを求めなきゃいけない佐藤大輔、まあ、おかしくなっちゃうから自分の力でやらせてくれっていうのがあって、こうなんか対秋山っていうよりも自分自身がここまでやってきたことを証明というか、俺はここまでできるようになったんだよ、みんな分かってるよなみたいな気持ちでしたね。それがこう今まで作ってきた人たちのこう恩返しになるっていうか、恩返し、恩は全然返してないんですよ。恩はだって彼らに利益入ってないから、恩は返してないんですけど、うん、俺はこうあなたたちが離れても、うん、こうやって元気にやっていけてます、自信があります、うん、みたいな。やっぱゴミにしても川尻にしても、うんうん、やっぱ彼らのその手の中じゃないとダメだったわけじゃないですか。でも俺はそれじゃないんだ、俺はちゃんと自立したんだっていうなんか表明だったっすね。だから あれ試合美しいストーリーでしたよね。だから実は秋山は青木の中で因縁とか何もないですよね。何もないだろう。でだからそこ2006年に僕プライド入って、うん、その時にやっぱりこうお世話になった人たちとドリームまでやってきて、うん、でまあ映ってですけど、うん、そこに対する気持ちですね、やっぱ。僕ね、だからこれもう表に出してる話ですけど、その、うん、加藤さんっていうプライド、加藤裕樹さんっていうプライドを仕切ってた人の、はい、人にプライ入れてもらったんです、プライドに。はい、その時によくしてもらって、はい、でずっともう本当あの人が格闘技やったことはもう弟子のように厳しく育てられてきて、うん、僕とか僕とか川尻とかそうなんですけど、ちょっともう異常な関係性だったんですよ。台本とよくしてもらったけど、本当に試合終わればこのこれが良くなかった、うん、この対応が良くなかった、これがいけないってすごく厳しく教えられて、まあ、本当に厳しく教えられてきたけど、まあいろいろあってドリームうまくいかなくて、たもと別れて、うん、でまあ、その後に何回かお話しさせてもらって、うん、握手はできてるんですけど、うん、今格闘技から離れてて、うん、でその時のメンバーも笹原とかもそうだし、うん、でまあ、佐藤大輔さんとか笹原さんとか佐藤大輔さん、うん、みんな同じメンバーですけど、うん、そことはこうチリチリになってるんですけど、うん、やっぱりそこに対するこう、まあ、感謝というか、俺はできてるんだっていう、うん、俺はお前らの力なくして生きてるんだ、立ってるんだっていう、なんかこう、なんだろうな、挨拶的なとこありましたね。なんかあの時代の、あの時代の爆発は、あの時代の爆発ですごかったじゃないですか。うん、アミンポーとかもあったし、うん、佐藤大輔の煽りもあったし。だから、うん、今の、その、自分発信でできてる青木真也と、うん、当時の、その、まあ、誰かが味付けしてる、その青木真也とどっちが良かったとか好きとかあります？誰かが味付けしてるっていうよりも、はい、まあ、佐藤大輔さんだったり加藤さんに、はい、こういろんなことを教えてもらって教育された感じですね。こうやってプロ選手っていうのはこういうもんなんだっていうのを教育された感じですね。ヒールのやり方、ベビーのやり方、こう、うん、立ち方、答え方、すべてこう教えられた感じですよね。じゃあなんかよくあるのが、そのなんか怪我してもやるのが当たり前だろうとか青木さんってよく言うじゃないですか。当たり前じゃないですかそういうのもその時代の僕はやっぱ加藤さんに怪我してもらってやるでしょっていう、だから何試合っていうことやりたくないです、じゃあ誰がやるのみたいな、うん、
あなたエースでしょみたいな。はいはいはい。だったし、試合断れなかったし。へー。はい。で、当時断ってなかったんですか？断れなかったです。断れた。やりたくないっていう試合でも、やっぱ最終的にやらされたから。うん、へー。お前どうなってくるの？絶対にやらされた。結局、嫌だって言ったことはあるけど、うん、首横に振らしてもらったことはないです。嫌だとは言いましたけど。嫌だってのはどういう試合なんですか？話違うでしょって。ここを要は例えば、うん、もう実例出すと、これも全然言っちゃってるんだけど、うん、マッハ戦を、桜山隼人戦の1階級上の挑戦を、うん、大会のことを考えて、うん、イベントとしてやってくれと、うん、1階でそれが話題になるから、やってくれと、うん、ああ、わかりました。その代わり、もし下がった時、負けた時に、うん、1回必ず戻させるからって。うん、イージーな仕事を焼けてから、もう1回やるから、うんうんうん。なるほど、なるほど。で、それ負けた後に、すぐこう、充実の世界中に、伊藤沙織選手が来て、うん、え、それ話違うじゃんって、うん。やりたくないっていうので、いやいや、やんなきゃダメ。ずっと繰り返して。それはやっぱこう、ずっと教育されてきたし、それがエースでしょ、みたいな。し、やっぱあと、本当に厳しく育てられましたよ。本当に厳しかった。だから僕、ドリームのチャンピオンになってからも、うん、飛行機、海外遠征、海外の試合行くんですよ。飛行機、ストライクオースの時はストライクオースが取ってくれたのはビジネス取ってくれたけど、うんうん、それ以外全部ドリームで行く時はエコノミーだったし。そのくらい厳しい。まだお前はそんな立場じゃないんだ。マジですか？ってました。で、なんかその時の癖が、こう、続いてて、で昔は、うん、プライドの時はやっぱゴミは、うん、すぐビジネスだったし、ホテルも一人だけチャンピオンだったら当然なんですよ、うん、チャンピオンだから、プライドも当然ですけど、うん、ホテルも違ったし、で移動も違ったんですよ、うん、国内の移動も、グリーン車だったし、新幹線も、うん、だったけど、俺は別にチャンピオンだったからも、ドリームのチャンピオンだったからも変わらなかったっす。それ言わないですか？いや、言っても、いやいや、お前、ゴミと加藤さんの関係がそれでこじれてよくなくなったっていうのもあるんですけど、要は、やっぱ増長してっちゃうわけじゃないですか。もあるけど、僕は、いやいや、まだお前そんな存在じゃないっていうのをずっとやっぱ厳しくしてもらってて、でもそれ本当に良かったと思ってて、だから未だに僕なんか、ちょっとやそっとじゃ大丈夫っすわ。なんか、ね、ちょっと異常だって言われますよ、練習。もう海外とかでしてても、うん、どんな無茶なスケジュールの無茶な練習でもやるし、それはなんか教育だと思います。俺、青木さんがいつも言うので、もう一番好きなのはシンガポールとかで試合するじゃないですか。で、その時にこういつも、今日もそうだけど、なんかちっちゃいリックだけ持って、いや、本当に嫌でだ、なんかもういっで、パンツとなんか着替えだけ持ってもう行って、うん、飛行機代とホテル代と稼いで飯代買って稼いで帰ってくるんだよっていつも言うじゃないですか、うん、あれが一番かっこいいなと思うんですよね。あ、そうですか、うん、私生活が見えないんですけど、例えば物に執着ないとかっておっしゃるじゃないですか。本拠地はどちらなんですか？本拠地は東京です。あ、東京には、東京に一応家はあるんですけど、うん、まあでもそれもなんか家も一人だから、はい、家があった方がコスト的にも便利で、全て含めて便利なだけで、だから借りてるんだって、はい、別に例えばシェアなものができて、例えばなんていうどこでもシェアハウスみたいなっていうのあるじゃん、はい、こう定額みたいなものがもっと安価になってきて、今まだ割高だから、もっとトータルコストが下がってきて便利だと、僕それでもいいと思ってる。物とかってどの程度あるんですか？移動用の自転車があるとかはね、例えばいろいろね、移動用自転車、服、でも本当服とかも本当に少ない、みんなびっくりします、うん、家の撮影機出すとか、あ、それ本当に本当です、ね、で、なんかこう執着ないんですよ、本当、うん、だって今日だって、要は昨日興行あって次また広島に行かれるんですね、はい、土曜日から行ってますけど、はい、あとコスチュームとかシューズも入ってくるだから、え、うん、そうなんすか、はい、だから別に洗えばいいわけじゃないですか、うん、マジ？マジマジ、毎回。え、それだけですかって、シンガポールでなって。あれって、その、なんか、パンツ一丁で、行って、帰って、戦って、ファイトマネー稼いで帰ってくるわって、あれって、なんかモデルケースっていうか、憧れてる人ってあったんですか？カルゴッチ。カルゴッチ。
あ、カルゴッチがそうやって世界中。カルゴッチは町から町へって言ってんですよ。リュック一人持ち一つでバック一つで町から町へ。で、なんかやっぱそんなに極論していくと、あんまり必要ないんですよ。だって用意してくれるし、で、飯一つあれば仕事できるし、あんまり変わんなくて。カルゴッチ直接は接点ないですよ。カルゴッチないです。なかったってことだ。面白い。カルゴッチはでも言ってることすごい、本当に金言言ってますよ。なんか一番の得意技はコンディションだとか、ああ言ってますね。コンディションがいいこととか、あの、プロモーターには2種類いると、はい、悪いプロモーターかすごく悪いプロモーターのどっちか趣味ですよね、期待してたのと違ったな。なんか指取られるのが怖いから、あ、指をなんかあの小指かなんか足の小指かなんか取っちゃったとかなんかいう、あ、そんな話も。あと、とにかく強かったんでね、うん、練習をとにかくコンディションを良くしたっていう。へー、900何十連勝ですよね。はい、一応ね一応コンディション整えるっていうのは青木さんどうやってやるんですか。コンディションは、まあ、練習量の量の調整ですね、やっぱ一番。正直量の調整って休む休息イコール休息なんで、でもなんか僕はその一緒にレスラー仲間でもすごい教えて影響、教えてもらって影響を受けたのが竹下幸之助ってレスラーいるんですけど、その子にやっぱいろいろ教わった、そういうことかって思って、やっぱ格闘家よりもプロレスラーの方がコンディショニングに詳しいんで、そうなんですか。それみんな逆だと思うじゃないですか、うん、あのプロレスラーの方が全然コンディション厳しいです、要はあいつら毎日試合する、はい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 、4月期に毎日かね、半分は試合したりするわけですよ、なんで必ずコンディションの維持が一番大切なんですよ。そう言われるとそうです、はい、なんでプロレスラーが一番コンディショニングでうるさいですよ。よく知ってます。青木さん怪我しないですよね。怪我できないですよ。いや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 そうなんだけど、要は怪我しちゃう子って、こう勝てる局面で頑張んなきゃいけない局面で頑張っちゃうんですよ。行くぞって相手に投げられそうな時にカラッて頑張っちゃって行きざけがするじゃないですか。僕やっぱ頑張れないです。だって理屈で分かっちゃうのは、枯れますよね、これ言ってくださいみたいな。なんかこう逆らわないのが一番です。柔道の時も僕それがダメでやっぱ向かなかったんですよ。ダーンって投げられそうな時に、投げられてというやっぱ強い子って、その最後ギリギリ残すんですよ。背中つかないように。頭で落ちたりしますよね、こう。そう。残すんですよ。僕やっぱそれができなくて。行かれましたーって、ごめんなさい、怪我しまいます、危ない、ドーンって流れちゃったから、やる気あるのかって思いました。それはあると思います。子供の頃からそうです。もう頑丈っすよね、マジ体。頑丈っていうか、投げられ、難しい動きに対して体預けちゃうんですよ。あ、でも予測できてるっていうのもありますよね、その他の多分選手よりも預けれてるんじゃないですか。あのそれが一番重要です。怪我するときって、特に投げ技で怪我するときって、相手がこう、相手も怪我させようと思う、投げてないから、それに対して預けてくれればいいんですけど、預けてくれないと怪我するわけです、こっちは。僕は預けちゃう。はい、大体みんな上手に投げてくれますから。そういうこと。体もありますけど、マインドとかはないんですか。例えば試合前になると、多分一般人の感覚と全然別次元の境地に入ったりするわけじゃないですか。はいはい。そういう時ってコンディションに影響はしたりするもんじゃないですか。してると思いますけど、それ仕方ないけど、はい、やりたくないなってずっと思いますよね。それ毎回ですか。毎回、もういいな、やりたくないな、はい、すごいですよね。その、いつも怖いなって言って、なんか普通の一般人だと、まあ、なんていうかな、そういうネガティブなあれだとなんか負けちゃうんじゃないかとか思うけど、青木さんそういう怖いなって持ってき方するじゃないですか。やりたくないな、どうしよう、やりたくないな、怖いな。そんな姿見たことないですけど。いや、まあ、そうそう。あ、そうなんですか。そんな気がする、やりたくないな、嫌だな、うん、あ、そうなんですね。って言うけど、やっぱその弾けた時の快楽、それが強いですよね、勝った時、負けた時、それが要は試合の後に爆発するみたいな。強いですよ、それってやっぱなんか、例えば、やっぱ青木さんでもこう判定勝ちよりもこう一本勝ちの方がやっぱスカッとするとか、そういうのはあるんですか。それとも、あの別に、あの、やったやったかの、とにかく自分がやれた、やりたいことをやれたらいいです。へぇ、やったら勝った、判定でもやりたいことをやれたらいいし。へぇ、だから、やっぱやりたいことがやれたら良かったな、みたいな。だからこの間の、あの、ロートロ戦もなんか、負けたけど、負けたけど、すげえ、なんか、
対照的だったなと思って。僕のやりたいことはできた。そうそうそう。スキーしてました。だからなんだ。うん。取られてたらクソと思ってたから。うん。いや。別に、なんか、自分が思ってたことはちゃんとできた。なんか、その、引退とかって考えないですか、青木さん。引退ね、やめるんだったらやめたいですけどね。まあでも、やめられんだったら、僕みんな言いますよね。やめられんだったらやめたいですよね。やめられんだったらもうとっくにやめたいですよ。やめれるやつ偉いと思います。それはやめられないって言ってるのは、株式会社オキシニアの方なんですか。なんていうか。いや、金ってことですかね。いや、違う、なんていうんですかね。試合出し、なんか出てくれというか。あ、全然違う。あの、それに変わる生きがい、うんうん、あ、さっきちらっと趣味が格闘技だからみたいな話。それにまあ変わる生きがいはないですよ。でも、その、いまだに、その格闘技自体は、その、何をモチベーションにするんですか？その、例えば技術まだ深いなとか。技術面白いですよ。やっぱ、答えはずっとないわけじゃないですか。はい、ずっと続き行くんで。はい、要は市場が流れてるから。はい、ずっと市場が進んでいく限り動いていく限り、ずっとやり方が変わっていくわけじゃないですか。はい、それは単純に技術が面白い。うん、のと、やっぱり、これほど面白いことないですよ。へ、ぇ、やることも大気にやることも、あ、これ面白いなっていうのも出会えてなくて、やっぱ快楽としても強いし。なんか飯食っていくためにやってる感覚じゃないし、うん、これ面白いですよ、やっぱ。うん、なんかさっき話してて面白いなと思ったのが、その青木さん、あの普段お金使わないじゃないですか。で自転車乗ってるし、はい、なんか食事とかもそんな食べないしとかで、だから別にミニマムで生きていこうと思えば、はい、すごいこう、そんなに働かなくていいよね、そんなに仕事しなくていいよねっていう人みんないっぱいいるんですけど、はい、なんでこんなやってるの、出役したりして働いてるのって言われるんですけど、はい、なんかそれも楽しいんですよね。楽しいからやっていくだけで、でもそのじゃあお金持ったからお金で買える楽しさって、うん、知れてるじゃないですか。うん、そうですね。で最近僕飯でよく思うんですけど、うん、飯でうまいのなんかマジで知れてるでしょ。そうですね。それよりも食べる側のコンディションがコンディションお腹空いてるってことですか。そう、とか味覚を感じれるとか、はいはいはい、で、なんかこうじゃあ2万、3万、4万、5万の飯食ったからって、うん、2000円で食べる飯と そんな変わんないと思うんですよ。まあまあ、その600円で食べるウエストのうどんの方が美味しいコンディションとかあるじゃないですか。はい、だからなんか金で買える快楽ってそんな知れてると思ってて、うん、そのお金持ったりする人でお金持っちゃってリタイアとかすると、うん、その飯に行く人多いじゃないですか、ね、はいはいはい、多いですね、飯と旅行、うん、そんくらいでしか快楽感じなくて、うん、じゃあそうなるともう所詮知れてるわけじゃないですか、うん、知れてますね。やっぱこれ以上の面白さってないんだと思います。うん、あ、お酒飲まないですもんね、さん。あ、そう、酒飲まないから余計ですね。うん、そのコンディションがいいってこととは別に、はい、酒飲まないってそういう意味で快楽が弱いですよ。うん、はい、じゃあやっぱその格闘技の練習とか試合とかもう全部刺激的だって感じ。面白い、未だに面白い。